はい、どうも、サホーです。バムニャンということで、今回は攻略ですね。マラグナの攻略になってます。ちょっと武器が今回はね、いつも通りの防具クエストになってます。で、プラス防具っていうのが登場しましたと。プラス防具とは何ぞやって、ここを見ればわかるんですけども、ステータス高いのと、まあ、普通の素材じゃ限界突破できなくて、マラグラの魂というもので限界突破すると。で、マラグラの魂っていうのは、レベル3で、一定確率で入手できるっていう話ですね。で、戦闘キャップが1万、1万5千、3万になってます。で、攻略はこの後流すと思います。で、プラス武具っていうのは、レベル2クリアするとね、シナリオが出るので、そこのね、報酬でゲットできます。ゲットした場合はすぐ鍵かけてください。2個はね、ゲットできないので。で、0、1、2、3と難易度がありますが、まあ、レベル3だと、どれか1つが必ず確定ドロップするってことですね。で、マラグナ魂は、レベル3でしかゲットできないので、まあ、基本的にレベル3回って、まあ、暇な時にオートでレベル2回ったりするっていう形になるのかな。レベル2か1を選んで回るっていう形になると思います。今回は、ヨダメアップですね。上下が、魔法ヨダメアップ特大なので、魔術師の人は必ず回った方がいいっていうか、これずるいよね、魔導士の人。火力上げられるようになったんで、まあ、非常にいい防具なのかなって思います。まあ、他の職の方もね、サブ固めるように、何種類か取っといた方がいいのかなって思います。で、今回周回数も変わりまして、周回報酬が凝縮されてる気がしますね。これ、50周とかあったんですけど、まあ、2個ゲットできたり10個。会場席10個とかまとめられて15周になってるので、これもね、時間なくて、まあ、嫁る時間ないけど報酬欲しいよって人は、まあ、15周で済むようになった。各。なので、非常におすすめかなと思います。それでは攻略見ていきましょう。どうぞ。緑風の武器が引けてなかったので、まあ、ミトラ体験をメインにして戦っていくことになりますね。で、まあ、レベル3の攻略です。今回はね、ちょっと、いつも通り、ベラベラ喋んないです。その理由は本当に簡単で、オーラ放ったら後ろ避けて、オーラなかったら攻撃するっていうだけですね。今回は毒とか、あんまり気をつけなくて良いです。まあ、本当にその方がね、下手に解説するより皆さんに分かりやすいと思うので、とりあえず前の敵を倒してから、後ろを倒すと、シールドが張っているので、シールドを張っているのね。で、ミトラ体験でね、メインする場合で、光属性の武器いっぱい持ってる方は、必ずね、光染め寄せにした方がいいと思います。で、魔導士が結構強いですね、今回。防具をね、防具を回りつつ、自分の火力強化できるので、この防具がね、4ダメージアップなので、魔法のね、かなり魔導士が強くなったんじゃないかなと思います。で、オーラ放ってたら後ろに下がると。もう本当にね、今回は簡単な気がする。で、ご自身の人はね、絶対前に上がってください。もう列攻撃が多いっぽいので、噛んでんな。まあいいでしょう。魔導士がね、いるとね、結構楽なんですよね、今回は。ヒーラーもいた方がいいですね。で、ご自身がいると、まあ、確実に勝てますと。列攻撃がメインなので、ひたすらに、前に上がって、防いでもらえれば、いいのかなって思ってます。ただ、このオーラね、下手すると、普通に死ぬので、下がるのは徹底してください。ちょっと喋りながらでね、非常に下手くそで、ね、日本のプレイはできてないんですけど、まあ、それぐらい簡単だということをね、お教えできたらいいかなって思います。あ、やばい、ミスったな。あ、オーラ金色だったら多分ね、攻撃していいんですよ、これ。やばい、カクついてる。ちょ、申し訳ないです。ショミトラ行きましょうか。あんま出ないんだよな。出て6万ぐらいなんですよね。よいしょ。
まあ、クリスタルヒーターと合わせて攻撃力3倍にして竜神化使うっていうのは、まあ、それぐらいの解説しかできないですね。で、後日もひたすら回復してもらえればいいし、まあ、いつも通りのね、特殊な立ち回りしなくていいですよってことをね、簡潔に伝えられたらいいかなと思います。そい、そうだね、これ金色のオーラだったら別にアタッカーも下がる必要ないかもしれないですね。で、喋ったら後ろに下がると、あ、これちょっと間に合わなかったかな、間に合ったね。あ、列攻撃だね、前に出てる人が受けてくれましたと。なかなかでもめんどくさいね、3体いると長引く。クリスタルイーターからの竜神化のコンボを決めたい。壺入れてくればよかったかな。じゃあちょっとクリスタルやってから、まあ、金色のオーラなので食らわないので、どっこいしょと。出ない、弓がいないと軽く出ない。まあ、光属性で染められてないっていうのもあるので、まあ、皆さんはね、属性相性をね、メインアタックの武器に、偏らせてやってみるといいですね。あー、やばい、列攻撃のパターンだった。喋ったら下がる列だな、これやっぱり。いつも解説入れてると思うんですけど、やっぱりあったらあったで分かりにくい箇所があるので、今回はなしでやってみますね。よいしょ、まあ、かなり今僕脳死でやってますが、結構いけそうですね。まあ、周り強いですからね、3万超えてる人しか入ってこないので。よいしょ、ささっと竜神化を使って、よっこいしょ。火属性の武器がいっぱいあるから、火属性に偏らせた方が出るかもしんないな俺。いいしょ、まあミトラ体験のね、この汎用性の高、汎用性もいいですよね。ちょっとよくわかんないですけど、収集前回回復ありましたからね、そこで難しいって感じたのかもしれないですけど、初見の方は。やばいな、これ避けらんないな俺。避けられたかな。あ、俺だけ食らってますね。別に食らったところでのダメージではありましたけど、またカクついてるよ。倒せましたね。まあ、魔導士の人すごい火力出るようになったね、やっぱり。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、今回は簡単に周回ができますので、まあ、ぜひお試しあれということで、今回の動画はね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。